か、なんだろう、採掘現場牢獄、ついてこいノルマども。え、ひどい、なんだこいつ、なんか奴隷みたいに働かされてる人と武装した兵士がいる。え、まさかここってカイジの地下労働施設みたいなとこ。うわ、なんだこれ、採掘現場、ポーンたちの穴掘り場、すごい、殺すよみたいなとこがある。ここまでの人生負けに負け、ここでも負けるやつのことなんじゃわしゃ知らんって感じなんだろうな。え、こんなか弱い女の子にこんなでかい岩運ばせるんですか、なんて重労働なひどい仕事なんだ。お疲れ様でした。では次は。あ、ありがとうございます。この人優しい。わっ、何、はぁ、待って、は、事故、え、メデューサー、うわ、やばい、は、石化の魔法、よし、行け、攻撃だ、この体をぶった切ってやれ。この世界ってメデューサとか出てくるタイプなんだ。さあ、今のうちにこの場から逃げるのです。逃げる、あなたにはなすべきことがある。おい貴様、戻ってくるんだ。まずい、見つかった、行け、逃げろ、行け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 、各社様、こちらです。いや、このルークって人めちゃくちゃいい人なんだけど、逃げる、え、これどうなってんの。あ、待って、いや普通にめちゃくちゃ追いかけられてる。え、待って、これ待て、止まれ、え、これってさあ、痛い、ちょっと待って、やばいやばい、待って、やばい、あ、やばい、待って、あ、これはまずい、あ、これは絶対勝てないです、あ、待って、やめてください、助けて、助けて、助けて、あ、やめて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 、危ない、あ、待って、危ない、どうしよう、どうしよう、あ、待って、まずい、はあ、嘘じゃ普通に死ぬんだけどやり返してやろうと思ったら死にました。あ、待って、どうしよう、あ、待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、あ、待って、やめて、やめて、やめて、あ、やめて、やめて、あ、やめて、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと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 、あ、嘘、よし、ダッシュ、今度こそ、今度こそ逃げ切るぞ、今度こそ逃げ切るんだ、よし、いいぞ、いいぞ、いける、いける、今度こそ、いけられる、飛びなさい、え、何、飛び、これ、こう、は、やった、逃げ切れたぞ、はは、よかった、はは、はは、また殺されるところだった。自殺しやがった、このタクシー犯人だろうと。はっ、あれ、一体何をやってる、撃ち落とせ。え、あれ、私はどこに、あ、背中に乗ってる、おお、ついに冒険が始まるのか。うわー、来たー、ドラゴンズドグマー、お、すごい、わー、今作こうやって空飛べるやつなんだ、いいね、いいね、かっこいい。これいいなぁ。え、私も乗りたいなぁ。グリフィン乗って空飛びたい。へぇ、広大なマップだ。え、これどこも全部旅できんの？すごくない？はあ、悲しい、すごくいいやつだったのに、うわ、すごい一撃だ、はあ、お前のこと忘れないからな、よしよし、いい感じに埋葬しておいてください、よし、行くぞ。あっ、これは、そう、ゴブリンだ、ゴブリン、あんたも一緒に戦ってくれ。お、お、分かった、抱え上げることができるらしい。お、いいぞ、なんか抱え上げられたんですけど、今です、やっちゃってください、いいぞいいぞ、やっちゃってください、いいぞいいぞ、よし、やっちゃえやっちゃえ、こいつ盾を持ってやがる、なんだ、賢いぞ、
なんだこいつ。よし、でもお前に攻撃はしできまい。よし、ふう、よっしゃ、あ、やった、レベル上がった、嬉しい。起きた、俺はこいつ旅に出る。やった、ピカちゃん来たぞ。我らは空間を越えて旅する。繋がった他の世界に渡って様々な知見を得ます。お前そんな声なのか。他のポーン雇えるかな。あ、いた、どうもこんにちは。カノエイコさん、こんにちは。はじめまして、エリモと申します。私はエルフ語がわかります。馬車との対話で私の存在が役に立つでしょう。絶妙に似てない。しかもエルフ語わかるの、なんか解釈一致。なんだこいつ、誰が金を持ってそうかなって言ってるぞ。なんかこいつ怪しいな、怪しいな。お、なんだなんだ、お前、お前なんか悪いことしてたんじゃないだろうな。おいおい、お、悪いこと、あ、ちょ、あれ、なんか、ちょっと待って。あ、なんか、え、なんかすごい、なんかみんなが抜刀したんだけど。え、何？え、なんか、あ、いや、別にそういう、あの、怪しいものじゃないです。あの、違います。あ、違います。あ、あの、違います。あぶね、おい、カノエイコ知らんぷりするんじゃない。おい、各社を守れ。おい、ピカチュウもお前もだぞ。お前も黙って見てないで各社を守るんだ。ふぅ。おい、ちょ、やれやれだぜ、みたいな顔するんじゃない、お前。無駄な会話は控えましょう。なんだこいつ、腹立つな。おい、エイコ、無駄な会話とはなんだ。あ、ちょ、なんだ、あら、ピカチュウが戦ってるぞ。お、お、いいぞ。あ、ピカチュウ、お前電気タイプなのに炎使えるのか。お前火炎放射できたのか。よし、行くぞ。どうでもいいことかもしれませんが、パーティー構成といえば、私がいた異界では女性ポーンばかりを雇うマスターがいました。いろいろと考えてしまいますね。おい、ポーンでもそういう話あるんだな。あ、どうもこんにちは。あ、なんか抱きかかえられる。あ、抱きかかえられるぞ。高値で売れたりしないかな。ちょ、豚持ってこうよ。あ、ちょ、お前逃げるな。おい、逃げるんじゃねえ。あ、着いた。メルベ、竜に焼かれた鳥で。え、何？顔しまった。哀れなり、だがさようなことで貴様が運命から逃れられるとは思わぬことだ。運命？あ、大丈夫か。あれ、この人さっきグリフィン撃ち落とした人。え？え？あ、さっきの美人のお姉さん。私勇敢だな。あ、まずい、まずい、炎来る、やばい、熱い、あー、はあ、黒焦げになってる。嘘。ロイアウリカ。え、なんて、食われたんですけど。今をもって貴様は各社だ。突然ドラゴンの言葉が分かるようになった。さあ、人よ、なすべきことをせよ。これで私は各社になったのか。あ、これもう着いたんじゃない、譲渡に。あー、着いた。門の前にいるこの人って、オープニングにいた国王に仕える偉そうな人。貴様のことは報告を受けて各社を語っているぞ。貴様呼ばわりされてるぞ。この者が王を語る不届き者であることに何の疑いの余地もある。何？何とぞご容赦を。なんか手のひら返された。しかしながら、後期が陛下の存在を知れば
また御身が危うくなります。どういうことだ。前摂政公存命の時からリーサはまるで女王のように振る舞い、王宮を意のままに操っておりました。各社たる陛下を暗殺することなど人の手には不可能な所業。そこでリーサはまだ傷も癒えきらぬ陛下の身柄をさらい、呪いで記憶を奪った上で奴隷としてバタルに売り渡したのです。そういうことだったんだ。じゃあ今すぐディーサぶっ殺しに行きましょう。